どうも皆さん、お待たせしました。博多のトム・クルーズことチームゼロ畑中孝之です。はい、ほうチェッカー振られて、お酒飲みたいですね。今回に関しては日本一のおっちゃんになりたいって、それずっと考えてますんで、走ってる時もそれしか考えてません。これが終わったら美味しいものが食べれるなっていうご褒美を目の前にぶら下げて走ってます。肩が外れないように祈ってますって感じ。今日の晩ご飯は何かなとか、帰ったら何しようかなとかよく考えてます。まあ今日の晩ご飯のこととか、まあその帰ってから自分の走りがどういうふうに見られてるのかなっていうのは、まあ考えたりしますね。誰が自分のことを見ているんだろうとか、そういうことを周りの目ばっかり気にしています。終わってからの体が心配です。タイに行くことだけですね。もう海外レースをタイを標準に置いて、もう国内はぼちぼちで海外レースを頑張ってやっていきたいと思います。緊張しないようにバックストレートでは歌歌ってます。ここだけの話で18番古い歌、中森明菜。あと釣りのことがちょっと気になって、今日友ヶ島でタイがよく釣れてるんですけどね。ちょっと釣りがすごい気になってます。今回子供を置いてきてるので、帰ったら洗濯物の山かと思うととても心配でなりません。レースどころではありません。レース以外のことを言うたら、やっぱ可愛い姉ちゃんおらんかな思ってキョロキョロしてますね。まあここは錦の浜近いからいいけど、やっぱり帰り遅なったら明日しんどいなとか、そんなことぐらいですね。今日の夜はどんなお酒を飲もうか楽しみに考え持って走ってます。まっちゃんのことばっかり考えてんな。何してんねやろ、予選大丈夫やろかとか、明日決勝勝ってくれるやろかとか、そればっかり心配で、もう嬉しいです。もうここあとラスト1周、もうこれにないぐらいの力を振り絞って最後突き進みます。予選敗仏は現状維持です。決勝はまあチョイスで、もう必ず前の走ってるライダーよりも違う方向に走って勝負をかける。やっぱり予選であろうが敗仏であろうが、やっぱりどんな位置でも目指すのは優勝なんで、攻める気持ち忘れないで攻めていくっていうのが自分の考えです。先頭がいれば後ろの距離を測りながらしっかりと、まあ位置だけ、はい、自分の立ち位置だけを確認します。ラスト1周前に誰かいれば、はい、もう吹っ飛んでもいいんで全開で握ります。以上です。ホワイトフラッグはもう終わりなんですかって感じですね。1位だったらラッキーと思うし、1位じゃなければやばい、あと1周しかないみたいな感じですかね。はい、はい、やっと本当に楽になれるなと思う瞬間ですね。もう終わり？見てる余裕がありません。今日も1位かと思います。今日もビリかと思います。まあはるばる来たなっていう感じです。人生と一緒です。以上です。